五等分の花嫁では林間学校や修学旅行など学校行事で物語が大きく動きますが、うん、二人が好きだったもしくは印象に残っている学校行事はありますか？おお、うん、確かに中学校高校とかは、うん、もう強制参加でしたもんね。そうだったね。基本的に好きだった？そういう行事。ああ、いやでもワクワクはしてましたね。おお、いいね。なんかみんな浮き足立ってるし、うん、確かにこうちょっとその放課後みんなで集まって準備したりとかする、うん、あの感じ、お祭り感みたいなのは、うん、めっちゃ好きでした。確かになんか準備期間が一番ワクワクするよね。しますよね、うんうん。ま、合唱コンクールみたいなのとかはちょっと嫌だったけど、あれはなんかちょっと授業みたいなもんだもんね。音楽の授業、モチベーション的に。それこそ修学旅行とか、うん、あと文化祭とかは、うんうん、めちゃくちゃ盛り上がってましたね、うん。なんかシンプルにさ、授業受けなくていい日があるっていうのがめちゃめちゃハッピーだった。ハッピー、うんうん、大好きでした。うん、印象に残ってる行事ありますか？私さ、ことごとく行ってなくて。あ、そうなんですね。あの俗に言う林間学校とか修学旅行の前に体調崩しちゃうタイプ、うん、あー、そういうことか。そう、なんか骨折したり盲腸になったりとか、せっかく行ったのになんか過呼吸になって倒れてずっと保健室みたいな感じの子だったからことごとく残念。うわあ、うん、じゃああんまり楽しめずみたいな。行ったはいいけどみたいなのとか。あとなんか一番なんか印象に残ってるのは、はい、やっぱ最悪だった記憶なんだけど。いいですか？もちろん。あの、ほんとちっちゃい時に児童館みたいなので、うん、キャンプ行きますってなって、はい、もうほんとちっちゃい時、一桁台、はい、一桁台の一桁台の年齢の時にキャンプって行ったことないからさ、はい、ワクワクして、うん、もう超楽しみみたいな、うん、お母さん行ってきまーすみたいな感じで、うん、めっちゃ勢いよと言ったらホームシックになっちゃったの。初めての体験、親と離れるの。離れてで、結果もうなんかバンガローみたいなとこでギャン泣きしてで、家帰るって言って高速道路に侵入しようとして全力で先生たちに止められるっていう。もう行ってる途中でなっちゃったってことですか？うん、あの夜寝る直前、寝る直前に雨の中なんか国道とかをまで行っちゃったってことですね。まで行っちゃったの。そう、走って逃げて全力で大人たちが止めにかかるみたいな。うわ、それめちゃめちゃ覚えててめちゃくちゃ面白いけど。いや、そうそう、めちゃくちゃ今可愛い話だけど、当時必死だったろうね。先生たちは驚いたでしょうね。驚いた。いや、もうその説はごめんおかけしましてね。そうなんです。それが結構あって、中学生ぐらいまでトラウマになってて、あ、なんか結構泊まりとか苦手だったなっていう。親と離れるのが、うん、寂しい、苦手。今中学生ぐらいまでって、私嘘ついた仕事を始めたぐらいまでは、だから事務所に言ってた。あ、ちょっと泊まりとか遠征とかはちょっとなんか怖いです、ね、怖いですみたいな。それはいつぐらいからなくなったんですか？何かきっかけがあったんですか？やっぱ仕事してるとさ、なんかロケとかでさ、うん、一泊とか絶対もうさ、うんうん、余儀なくされるじゃない、はい、そういうので、あー、もうやだ、ほんとやだ、最悪やだって思ってたけど、うん、もう友達だったりとか共演者の人とかがいるから、あ、ちょっと元気出て、あ、なんか意外といけるかもみたいな感じになってから徐々に慣れてきたって感じだったね。そんなトラウマがあったとはこんなトラウマ話しちゃって大丈夫でしたか？そんなトラウマがあったとは、めちゃくちゃ面白かったけど